皆さんこんにちは。 ABC ミュージックスクールベース科講師の佐々木圭太郎です。今回はスラップフレーズ特集といたしまして、レッドホットチリペッパーズ第1弾ハイヤーグラウンドという曲のフレーズを解説していこうと思います。レッチリのベーシストはフリーという人で、割と派手なスラップを多用していて、日本でも人気の高いベーシストです。もちろん自分も影響を受けたベーシストの一人です。それでは早速ハイヤーグラウンドのフレーズを実際に見てみましょう。どうぞ。いかがでしたでしょうか。シンプルですがなんかかっこいいフレーズですよね。実際に弾いてみるとなかなか難しいフレーズとなっています。では解説の前にですね、 ABC ミュージックスクールの動画では、指番号というのがありまして、人差し指から1番、2番、3番、4番となっています。この指番号は今後のレッスンでも使っていきますので、覚えておいてください。それでは解説に行きたいと思います。それでは一小節目から解説していきたいと思います。一小節目を通して弾いてみるとこんな感じになります。もう一度です。 1,2 拍目から細かく説明していきますと、4弦の開放弦を2回サム、その後に2弦の2フレットを1の指で押さえてプル、その後にもう一度4弦の開放弦をサム、これでといった流れです。ここでの注意点は、2拍目の頭に2弦をプルした時にその直前に鳴らしている開放弦をミュートするということです。ミュートの仕方は、左手の親指を上からかぶせるような形で4弦を軽く押さえます。そうすると4弦の開放弦がミュートされて、2弦をプルした時に鳴りっぱなしになることを防ぎます。ここでミュートをしないとといった感じで4弦が鳴りっぱなしになってしまうので注意しましょう。次に3拍目と4拍目です。1の指で4弦3フレット、4の指で2弦5フレットを押さえます。こちらでサム、サム、プルの順番でピッキングしていきます。4拍目は2フレットずれて、4弦の5フレットを1の指、2弦の7フレットを4の指で押さえます。こちらでサムサムプルです。この時のポイントは、4の指で2弦を押さえるんですけれども、この時に余っている2の指、3の指も一緒に2弦を押さえるようにしましょう。そうすることで、右手のプルに負けない押さえる力が働きます。です。ではもう一度一小節目を通して弾いてみましょう。もう一度。このようになります。次に2小節目に移りたいと思います。2小節目を通して弾くと、もう一度。このような流れになります。最初の 1,2 拍目は1小節目と一緒です。その次の3拍目と4拍目なんですけれども、3拍目も1小節目と一緒。4拍目なんですが、押さえるポジションは4弦の5フレット、2弦の7フレットで一緒なんですけれども、サムピングとプルのコンビネーションの順番が、サム、プル、サムの順番になります。3拍目と4拍目を通して弾いてみると、
といった流れになります。2小節目を通して弾いてみます。もう一度このような流れになります。次に3小節目と4小節目です。こちらは1小節目と同じ流れです。こちらを3小節目と4小節目で1回ずつ2回演奏します。です。次に5小節目に移りたいと思います。5小節目は通して弾いてみるとこのような形になります。このようになります。5小節目は4弦2フレットを1の指、2弦4フレットを4の指で押さえて、サムサムプルサムの順番です。3拍目4拍目は4弦5フレットを1の指、2弦7フレットを4の指で、サムサムプル。4拍目は2フレットずれて4弦7フレットを1の指、2弦9フレットを4の指で、サムサムプル。ここでのポイントは、2拍目と3拍目の間が2フレットから5フレットまでと少し距離があるのですが、間隔をあまり空けずに素早く移動することに注意しましょう。このようになります。では5小節目をもう一度ゆっくり弾いてみましょう。もう一度このような流れになります。次に6小節目に移りたいと思います。最初の 1,2 拍目は5小節目と一緒です。3拍目は4弦4フレットと2弦の6フレット、こちらを1の指と4の指で押さえます。こちらでサムサムプルを2回弾きます。ゆっくり通して弾いてみるとこのようになります。次に7小節目に移りたいと思います。7小節目を通して弾いてみるとこのようになります。 1,2 拍目は4弦5フレットを1の指、2弦7フレットを4の指で押さえて、サムサムプルサム。3拍目4拍目は4弦5フレットを1の指、2弦5フレットを1の指、3弦7フレットを4の指、3弦6フレットを2の指。このような流れです。3拍目4拍目は8分音符4つともサムピングでピッキングします。このような流れです。ポイントとしてはこの部分は全てサムピングでやるので右手が追いつかなくなったりします。なのでここではあまり右手に力を入れてサムピングをせずに、少し軽快なイメージで弦の上で親指が跳ねるイメージでサムピングするとスムーズに弾くことができます。では7小節目をもう一度ゆっくり通して弾いてみるとといった流れになります。次に最後の8小節目に移りたいと思います。通して弾いてみるとなります。1拍目から4拍目まで8分音符の3連符の連打になります。3弦5フレットを1の指、
1弦の7フレットを4の指で押さえて、サムサムプン。この流れを1フレットずつ下げていって、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目でピッキングします。コツとしては、一拍一拍の頭のサンピング。この頭のサンピングの音を丁寧に一拍の頭に合わせるようなイメージで弾くと、リズムにがっちりはまってスムーズに弾けます。それではもう一度8小節目を通して弾いてみます。もう一度。このような流れになります。最後に、このフレーズ全体のポイントといたしまして、ドラムのビートをよく聞くということです。ドラムのビートがドンドダンとというリズムになってまして、ベースとほぼユニゾンしたフレーズとなっております。そのドラムのビートとずれてしまうと、すごくかっこ悪く聞こえてしまいます。ドラムと一心同体になったつもりで演奏すると、全体のリズムががっちりとして、リズムが前面に押し出されて気持ちよく聞こえると思います。それではご紹介したポイントに気をつけながら、ハイアーグラウンドのフレーズを弾いてみましょう。最初に僕の演奏が流れて、その後にカラオケが流れます。その後にもう一度僕の演奏が流れて、もう一度カラオケが流れるので、2回挑戦してみてください。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。ハイアグラウンド、実はこの曲、自分が専門学校に入るときに初めのクラス分けのテストで演奏した曲でした。その時にもうめちゃくちゃ練習した曲なので、ものすごい思い出のあるフレーズです。で、このフレーズ結構他の曲なんかにも応用できたりするので、ぜひ手癖にしてもらって、いろいろな曲で試してもらいたいなと思います。それでは今回の解説はここまで。ABC ミュージックスクールベース科講師、佐々木慶太郎でした。